部卒、三菱銀行麻布支店勤務。秩父照彦、埼玉県飯能市の大地主の三男で。ん？優子、人の話聞いてるの？え？あ、聞いてるわよ。とにかくあんただってもういい年なんだから、ここいらでお見合いの一つや二つしとかないと。新聞記者みたいな仕事して毎日毎日忙しい忙しいで過ごしてさ、ふと気がつくと適齢期を過ぎちゃったなんて話はよくあるんだよ。大丈夫です、ちゃんと考えてますから。ほう、じゃあ結婚してもいいと考えてる男の人がいるんだね。え、あ、それは、あの、お父さん、おばあちゃんに何とか言ってよ。ドライバーをメタルウッドに変えてみるかな。ねえねえ、誰なのさ、お前のそのいい人ってのは。おばあちゃ ん、 ん、そういう意味じゃなくて、ほら、つまりその…ゆうこ、電話よ。あ、はい。ふみよさん、誰から？東西新聞社の山岡さんからです。山岡、そうかい、そういうことか。山岡さん、どうしたんですか一体。え、来てくれってどこへですか？ええ、ええ、知っています。新宿の駅前ですよね。でも今日日曜日ですよ。私だっていろいろ予定あるし困ったなあ。あら、山岡さん、お久しぶり。あたし、たまよ、お元気？ええ、あたしちっとも知らなかったわ。優子のいい人が山岡さんだったなんて。おばあちゃん、なんてこと言うのよ。山岡さんもたまにはうちの方に遊びにいらしてくださいね。優子のいい人なんだから、みんな大歓迎ですよ。おばあちゃん、言っておきますけど、おばあちゃんが電話で言ったこと、あれ、全然そんなことありませんから。電話で言ったこと、おばあちゃんなんつったっけ。とにかく日曜日に塩で人を勝手に呼び出さないでください。あ、それ。え、おじさん。おう、メリーゴーランド面白かったか？うん、最高。私、目が回っちゃった。お兄ちゃん、もっともっと乗りたいなんて言うんだよ。あれくらいへっちゃらだよ。よし、アイスクリームでも食べて一休みしろよ。ありがとう。あ、誠のはあのお姉ちゃんが食べちゃったから、これで新しいの買っといて。うん、あれ、二人行こう。うん、これあの子のだったので、さ、わざわざ来てもらったのはあの子たちのことで頼みたいことがあったからなんだ。え、頼み？実は昨日会社の帰りに。一体いつまで降るんだ、ったく。日本も梅雨さえなけりゃいい国なんだけどな。うわっ、あの子たちは母親と3人でこのアパートに住んでいたんですが、3、4日前から母親の姿を見かけんのですわ。家主としては放っておくわけにもいかなくて、警察に行って行方を探してもらおうとしたら、
何を思ったのか、あの二人一目散に逃げ出して。ねえ、どうして逃げたんだい？だってそうか、お母さんがいなくなって食べるものがないからか。万引き。山岡さん、私は別にそれを咎めて警察へ行こうと言ったんじゃありませんよ。分かってますよ高橋さん。問題はこの子たちをこれからどうするかということです。この部屋に置いといてやるのは構わないんですが、子供二人だけでというのはやはり。よし、俺が預かりましょう。え、本当にいいんですか山岡さん？ええ、誠君に千歳ちゃんと言ったら、今夜から俺ん家へ来るんだ。うまいもんいっぱい食わしてやるぞ。もし母親が戻ってきたら連絡ください。え、山岡さん家ならこっから目と鼻すぐ駆けつけますよ。偉いわ山岡さん。他人の子供を引き取って面倒を見るなんて誰にでもできることじゃないですよ。私断然山岡さんを見直しました。そこで君に頼みというのは。はい。この件を谷村部長によく話してだな。はい。俺の長期休暇の許可を取ってほしいんだ。え、なんですって？あ、いや、だから長期休暇の許可をだな。あ、やっぱりね。な、何がやっぱりだよ。ああ、感動して損しちゃった。いや、だから長期休暇の許可を。山岡さん、子供を出しに使って会社をずる休みしよったってそうはいきませんからね。いや、だって君は。子供たちの面倒を見てくれる人は私が探します。長期休暇。うわぁ、感激。山岡さん、早速遊びに来てくれたので嬉しいわ。なおばあちゃん。へえ、そりゃ山岡さんも大変だ。はあ、ねえおばあちゃん、誰かいない？誠くんと千歳ちゃんの面倒見てくれる人。任せなさいって、私の言うこと聞く教え子なんかいくらでもいるんだから。その代わり山岡さん、優子のことよろしく頼みますよ。おばあちゃん。え、あ、もしもし畑中くん、私よ、栗田様よ。お、栗田先生。君んとこ確か学習塾やってたわよね。ちょっとお願いがあるんだけど。はい、何です？ここは誠くんの小学校に近いから、ここから学校へ通えばいいですよ。それに塾には小学生も通ってくるから、友達にはことかかんでしょう。よかった、ありがとうございます畑中先生。なに、他ならぬ栗田先生の頼みですからね、断るわけにはいきませんよ。何しろあの先生、学校時代からおっかなかったから。まあ。ああ、長期休暇が。え、でもよかった、あとはお母さんが早く見つかってくれれば。おじさん、また遊園地連れてってね。お、しっかり勉強しろよ。また遊びに来るわね。絶対ね、必ず来てね。梅雨だ。これでもう5日も続いてるんだから。ほんとっすよ、これじゃ仕事する気にもなれやしない。お前はお天気だって同じだろうが。山岡さん、電話です。起きてください。はい、山岡です。あ、畑中さん、どうも。その説は、誠くんと千歳ちゃん元気ですか？え、姿を消した。
なんですって。わかりました。すぐ行きましょう。ここへは戻ってきた様子はありませんね。山岡さん、とにかく子供たちの足だからそう遠くへは行けるはずはないと思う。手分けして探そう。はい。心配してるかな。千歳、今さらそんなこと言ったって。もう塾には帰れないんだぞ。分かってるもん。お母ちゃん。バカ、泣くんじゃない。お兄ちゃん。お兄ちゃん。畑中さん、まだそちらへは戻っていませんか。そうですか。ええ、こっちも手近なところは探してみたんですが。私もあの二人に強く言い過ぎたのかもしれません。しかし原因は一体何なんです。梅干しが原因なんですか。それはどういう意味なんです。お誠君に千歳ちゃん。誠、おじさん。おじちゃん。千歳。本当にドジですね。感動的なシーンが台無しですよ。うるへえ。しかしな、梅干しが原因で畑中さん家を出て行ったってのはどういうわけなんだ。久しぶりに晴れ間が見えたんで、梅雨の鬱陶しさを晴らすため生徒たちを遠足に連れて行ったんです。もちろん二人も一緒でした。さあ、先生が君たちのために心を込めて作ったお弁当だ。十分に味わってくれよ。でっけえおにぎり。へったくそなおにぎり。ほら、感謝して食べんと試験に合格せんぞ。結構いけるじゃん、このにぎり。形悪いけど、味はまあまあか。おいしい。こら、黙って食べんかい。どうした、二人とも梅干しは嫌いかい。好きだよ。じゃあどうして食べないの。だってこの梅干しまずいんだもん。変な味がして気持ち悪いんだよ。そんなバカな、みんなを見てごらん、ちゃんと食べてるじゃないか。だって本当に変な味がするんだよ。自分たちだけわがままを言うと許さんぞ。
その場はとうとう二人とも梅干しを食べませんでした。で、夕方塾へ帰ってきたんですが、気がついたら二人ともいなくなっていたんです。うん、梅干しね。畑中さん、おにぎりに使った梅干しはどんな梅干しですか？どんなって、どこの店でも売っている普通の梅干しですよ。市販の梅干しか。誠くん、誠くんのお母さんは梅干しを自分で漬けていたのかい？うん、いつも漬けてた。美味しいんだから。よし、その梅干しをアパートまで取りに行ってこよう。まだ残ってるかもしれないぞ。山岡さん、君は市販の梅干しをいろいろと買ってきてくれないか？え、あ、それは構わないですけど。あの山岡さん、一体どうしたって言うんですか？さあ、行こう。すぐ戻ってきます。あった、あれだよ。うん、なるほど。この亀に入っているのが誠くんのお母さんが漬けた梅干しです。そしてこれが今買ってきてもらった市販の梅干しです。先生がお買いになった梅干しはこの中にありますか？これだ。ではこの2種類を食べ比べてみてください。まず市販のもの。では今度は誠くんのお母さんが漬けたもの。これはなんと同じ梅干しなのに全然味が違う。誠くんのお母さんの方は梅の香りも鮮烈だし、梅の実自体の味も濃厚だわ。それに引き換え買ってきた方は香りも立たないし、味も貧弱。どうしてこんなに味が違うんですか？山岡さん、それはこの買ってきた方は本当の梅干しではないからです。え、正確に言うとこれは梅の酢漬けです。梅の酢漬け？梅干しというのは本来梅を塩で漬けるだけです。そうすると自然に梅酢が一緒に出てきます。ところがそれでは手間暇がかかる。それより梅を酢に漬けてしまった方が簡単だし、何より工場で大量に作るのに適している。しかしそれでは味も香りも貧しいものしかできない。それを補おうと化学調味料を入れるから、さらにひどいものになる。色も赤じそを使えば自然のいい色が出るのに、着色料で色をつけたりする。なんということだ。ちっとも知りませんでした。梅干しを作るのは大変手間暇のかかるものなんですよ。まずちょうど今頃の梅雨時に青い梅をよく洗い、一晩水につけておきます。翌日梅が濡れているうちに塩を絡ませ、落とし蓋をして重しを乗せます。4、5日経つと青梅からたっぷりの梅酢が出てきますから、それを取り出します。一方赤じそはたっぷりの水で葉をよく洗ったら、水気を切り、先ほど取り出した梅酢をかけよくほぐします。すると梅酢が赤く発色してきます。その赤じそを青梅の上に敷き、赤い汁を戻し、再び落とし蓋をし重しをします。8月に入ったら天気の良い日に取り出した梅と赤じそを3日未晩土用干しにします。これで梅干しの出来上がりです。カラカラになった梅と赤じそをそのまま貯蔵すれば何年でも持つんです。僕のお母さんもちゃんとそうやって梅干し干してたよ。うん、うん。私が悪かった。私が本物の梅干しの味を忘れていたんだ。誠くんと千歳ちゃんがまずい梅干しは食べたくないと言ったのも当然だ。それに二人が本物の梅干しを食べたいと言ったのは母を慕う気持ちの表れでもあったんですね。私はそれにも気づかず。
苦労が続き、いい職にも恵まれず、疲れ果てて思い余って死のうとしたんですって。でも子供たちのことを思うと死にきれずに。当たり前ですよね、あんな可愛い子供たちを残して死のうとするなんて。でもよかったですよね、畑中さんの塾で事務の仕事をさせてもらえることになって。誠くんと千歳ちゃん、今元気でやってるかな。梅の雨と書いて梅雨か。あの青い梅の実を思い浮かべると雨の鬱陶しさも晴れますね。ね、山岡さん。まあその梅も青いうちは綺麗だけど、梅干しになるとね、栗田君梅干しババアになるって言いたいわけ。まあ早い話。山岡さん、梅干しは甘くはないんですからね。Thank you.